さあ来ましたガチファン企画第5回。今回も応募がね、あったもうすごいっす。大阪のテニス人口の10分の1ぐらい来てるんちゃうかなって思うぐらいね、はい、応募が来てるんですけど、ありがたいことです、はい、ありがとうございます。じゃあ早速入ってまいりましょう。ではどうぞ部長よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前は何て言ったらいいですかね。あ、もう山村でお願いします。山村と申します。山村さんでございます。テニス歴は、ざっくり15年。おお、結構長い。でもテニスの難しいところって歴で上手さ変わんないんでねちなみに来てもらった方全員聞いてるんですけど、一番好きな動画は、一番は日本一さんと大西さんのシングルスが私すごい好きで今のところ3本上がってるんですけど、はい、3本のうちどれが面白かったですか。大阪毎日大前の決勝戦のやつですね、はい、じゃあ僕出てないんで帰りますね。お疲れ様。そういうわけじゃない。お疲れ様。たくさんの話した負けた大会で申し訳ないんですけど、あの全日本ベテラン前の腕試しっていう 5-0 から5-5 まで執念で追い上げたあれ、私あれ結構好きで、あれ全くテニスしてなくてそうマッチポイントまで行ったんだっけ、あと2点で優勝でぎっくり腰して負けましたまくられる、はい、しかも決勝の動画許可下りてないです残ってないっていうねあれは面白かったですね。はい、じゃあそれではね、見てくださってたら多分わかると思うんですけどやってもやらなくてもどっちでもいいです。マジでやらん方がいいです、はい、じゃあ行きますね。レッツガチファン。新たに犠牲者が。なこと言うな。はい、じゃあやっていくんですけど、毎回ね、視聴者の方の要望に応えて、それをやっていくっていう感じなんですけど、まあ、今日は、まあ、試合やっていきましょうか、じゃあ。じゃあ、シングル。3セットマッチかな。時間もあるし、5セットマッチでも。はい。僕変えるので。なんで山村さんは何かなんかちょっとやりたいこととかありますかね。サーブがめちゃくちゃ苦手で、威力もスピードも今ない状態なんで。いや、でもサーブ大事ですからね。入ればやっぱすぐポイントも取れるし。ってなったらリターンゲームで思いっきりいけたりするので、ちょっとそれをやっていきましょうか。では。よろしくお願いします。はい。ではまず、タクコーチから。威力とスピードを上げたいとおっしゃられてました。はい。両方手に入れられるやつがあるんです。僕もね、動画始めた時に、肩に爆弾を抱えてたわけです。はい。でも治ったんです。気になります?それがね、野球なんです。何球を投げることによって、肩が強くなり、サーブが速くなります。それお前が今やってるやつやろ。この前なんか1試合出たみたいで1イニング0失点で抑えた。素晴らしい。野球の方が才能あるかも。そうなんです。ちゃうやろお前、目指してスポーツもね、いいところまでは行くんです。要器用貧乏言われるちょっと見てもらいたい。古い動画と今の動画比べてみてください。皆さん、あんま変わってないな。え説得力って感じで今回の動画以上になります。はい、ということでサーブの指導は終わったという。違う、お前が2球って終わっただけや山村さん何もしてない。俺もサーブじゃあまずね、ほんまにあのタクが言ってたみたいに投げるのが一番いいんですよ。初めは軽くでいいです。いきなりバーンって投げたら肩痛めたりするので、じゃあ投げてもらいましょう。ちょっと手投げですね。なるほど。謎に回転かかってます。あれは全然届きそう。結構思いっきり投げてみてください。わかりました。全然遠いや。男性なんでね、やっぱここだけでも結構投げれるんですよ。で、それをそのまんまテニスに置き換えると手打ちってやつになるので、どうしたらいいですかね監督。もうちょっとね、下からね、力を伝えて投げないとダメですね。これは僕が見本を見せないと1イニング無失点でやった先生が教えてくれるんで、しっかり聞いてください。お願いします。まずですね、
一番ボール飛ぶのが横線に壊して投げるのがフォーシームです違う、そういう回じゃない。これがストレート。違う、そういう回じゃないいや、そうなんですねじゃない真面目。違う違う、止まって、2人違うな違う違う違う真面目か、お前ら。遠投投げるときは、サーブの打線を意識して投げたら左足に体重を乗せて、ちょっと思いっきり投げますね。どうぞ。はい、山並みで届いてます。まっすぐ、突き刺す感じで体重移動と打点意識して投げてもらえたら、自分がいつもこの打つ高さでボールを投げてっていうイメージ。そうそうそう。ああ、テニスの打点。僕がスライダー投げるときはスライスサーブの打点で一緒なんですね、スライダー。いや、でもマジで一緒っすよ。あ、そうなんや。野球も投げるリリースポイントがものすごい大事。サーブも打点ずれたらめっちゃずれるじゃん。これを遠投で感覚をつかむ。じゃあちょっと深い投げてみてください。はい、軸をまっすぐして投げる。これね、多分サーブの時もそうなんですけど、ストップ、これ今上がったとこなんですけど、肘がこの辺から出てきてるんですよ。サーブも肘下がったら終わりなんですよ。リアルに肘が落ちたらこっから上がってこない。サーブの構えた時この辺なんです、肘が。これが普通なんです。で、こっから上に上がっていく感じで振る。ボール投げも肘上げて投げる。ちょっと肘上げて投げる。じゃあ実際にですね、打ってもらいましょうか。打ってもらいましょう。やっぱり野球した方がいいですね。まあ一応コーチなんで僕もまずタクが言ってた肘がやっぱり下がってるんですよ。すごい窮屈になってるせいでちっちゃくなっちゃって遠心力使えてないなっていうのがで、あと力めっちゃ入れてます。めちゃくちゃ入ってますですよね。腕力で打つのは無理なんですよ。絶対に疲れるし怪我しやすくなるし、遠心力で大きく打つことをやってほしい。じゃあ肘を上げて打つのと、肘が上がると打点が上がるので、トスちょっと高く上げてください。できなかったらもう終わりなんで借りますね。最初からもうちょっと上げといてもいい。そうですね。その状態から上に振ってから前に振る感じのイメージです。今ので下がってないです。イメージ的にはその感じですね。めっちゃ気持ち悪いでしょ。違和感が。あ、そうそう。違和感があるってことはできてるってことなんですよ。違うフォームで打ってるんで、それをね、ちょっと何球か打った方がいいですね。ちょっと100球ぐらい行きましょうか。もう。そう。で、その状態で振り抜いてみてください。もう早だった。今までは多分この辺当たってたんですよ。で、今、ちゃんとスイートスポットに当たってるんですよ。肘が上がって、高い打点で。で、ラケットを伸ばしたら、本来の打点がこれぐらい上なんですよ。で、多分今までは、この辺で打ってる。そこで取った後に肘が伸びてるから、高く取ってるって認識してしまってるんやと思います。ここに上げて、当たるときはもう肘が伸びた状態でボール使える。本来は5万ぐらいするんですけど、ちゃまけて2万9800円。ガチやん。おお、だいぶ上がりました。おお、いい。
おお。音がちゃいますよ、ね。そうですね。こんなスピード出たことなかったんで、今すごいびっくりしてます。うん、これがパクマジック。買います。あとはちょっと日本一さん、はい、お願いしますと。ありがとうございます。さあ、はい、ここから、私の番でございます。ここから。まあ、どう指導していくのか注目していきたい。今タクがね上の方を言ったんで、僕じゃ下の方を言おうかなと。足の使い方、もう今もう一回ちょっと打ってみてください。足ですね。サーブの時って寄せ足するタイプと寄せ足しないタイプがあるじゃないですか。多分しないタイプだと思ってるんですけど、なんかそれもあんま分かってなくて。ですよね。山田さんは寄せ足しないタイプです。どっちが悪いとかは正直ないですと思ってます僕は。まあ、ただこうサービスダッシュめっちゃするとかバーって前詰めるとかやったら寄せ足の方がいいって鈴木隆夫さんが言ってました。考え方はいろいろあるので別にどっちが悪いとかそんなないので、やりやすい方やってもらったら僕はいいと思います。でどっちがいいですか。しない方がいいと思う。しない方がいいと思います。じゃあしない方向でいきましょう。足を両方こう構えるじゃないですか。で曲げた時にどこに一番力を入れるでしょう。前のつま先のこの辺ですか。この辺、はい、アバウト。正解は親指です。足の親指に力を入れてください。でなおかつ両方に入れてください。まあ多分そのパーセンテージ的に言うと両方同じぐらいで溜めてます。100の力があるとしたら50、50で溜めて打つみたいな感じです。トス上げるときはこう引いてもらってこっち100で、トス上げるときに上げて曲げたときに50、50の力で、でそれをそのまんま前に打っていくので、ちょっとこっち強めで蹴るっていう。で着地したときに左足の親指で地面をしっかり掴む。でそのまんまパッて構えたらすぐ構えるっていう意識で引いてみてください。肘下がってますね。こんな肘下がってますね。足を引いてると本来はこんな一気にブワーって教えないですからね。で今のやつなんですけど50、50でさっきよりは溜めれてました。で蹴るときにこっちを強めてたじゃないですか。で打つ方向どっちですか。あっちですよね。あっちに飛ばないとボール飛んでいかないんですよ。今山村さんこう行ってこう行ってるんで力が上に行くじゃないですか。あっちに打つのでできるだけ斜め飛んでいくっていう感じですね。これ飛び越えてください。素振りでいいのでまずここからこういって飛び越えてください。僕のラケットなんでね、それがよぎりました今。飛んでいいですよ。飛んで嬉しそうにすんな。大げさに飛びましょう。大げさに、はい。ああ悪いなお前。こういうプレッシャーも大事ですからね試合で。ああめっちゃ綺麗に飛んで、こんだけ飛んでる。四大大会の選手とかでもこの場で打ってる人ってあんまいないんですよ。この白線の内側に入ってるんで、というのは一回見てみてください。多分ほぼみんなそっち行ってます。それぐらいちょっと意識して前に飛ぶ。でこの着地をピタッて止まる。これがバランス。力を出す、でバランスよく止まる、だからすぐ構えれる、次の動作ができるみたいな。でこれをさっきタクに言われたやつと連動させてやる。こう構えた時に力入ってるのは親指のみです。親指のみに力入って、こっから溜めたやつがこう流れていって流れていって、でラケットに当たる、ボールに伝わる、速いサーブがいくみたいなイメージをしっかり持ってどうぞ。山田さんこっから動くタイプじゃないので、ガンガンギリギリ近づいて、こっからこう、もういい、こんだけ分は前に行って、はい、こんだけ分は押す力が出てるんで、確実に重たいサーブがいってるんですよ。
速さは多分このさっきの腕で出ると思いますけど、やっぱ重たい速いサーブを打つためにしっかり体重乗してドーンって打ってあげた方が相手はリターンしにくいので、体重が重たい人の方が重たい球がいくっていうのはそういう。最後2球しっかり入れてもらって視聴者の方とお別れしたいと思います。さあできるのか。おお今日一もうめっちゃよかった。さあこれができたら本物ですね。確かに。やった素晴らしい。よかった。いやこの緊張感で2球入れれるってめちゃめちゃすごいですね。こういう感じでみんなプレッシャー持ってやってくださいね。サービス練習僕がプレッシャーかけに行くんで任せてください。いやまあでもあれを全部スムーズにできたら確実にサーブは早くなります。抜くとこ分かってくるんですよ。これいらんだとか、もうこうやって構えてるのいらんだとか、ここに全部ちゃんとたどり着いてやれればそれまでの過程は何でもいいと思うんで、しながらやったらサーブは良くなると思います。今回どうでしたか、参加してみて。もう今まで全然スピードが出なかったんですけど、今までで自分の中で一番速いスピードが出たのでありがとうございました。でもほんまに打球音違うかった。そうですね。はい、第5回ガチファン企画終わりということで、これからもですね募集の方をしております。で YouTube のですね概要欄の僕たち2人の Twitter から DM の方お待ちしておりますので送ってきてください。DM 結構もらってるんですよね、はい、ありがたいことに。はい、まだちょっとね僕返信できてない方もいるんですか。なので僕の方にも全然送ってきてもらって構いませんので、ただちょっと先着順というか、はい、そういう感じにはなってしまうので返信は絶対しますので。山村さんも迷ってたんですよね。めちゃくちゃ迷ってました。顔出し嫌やっていう方サングラスしてもいいですし、マスクしててもいいですし、ただマスクはどうなるんでしたっけ。タク熱中症になる特殊なね訓練を受けてないと、はい、タクしか無理なの。お待ちしております、はい、迷ってるならとりあえず連絡ください。それでは皆さん怪我のないテニスライフを。ありがとうございました。ありがとうございました。